トカノサトコは、日本の政治家。日本社会党選出の衆議院議員。長野県東地区間郡里山上村に、尋常高等小学校校長、吉田頼吉の次女として生まれる。1929年に同志社女子専門学校を卒業すると、上京して国際連盟東京事務所に勤務する。1930年朝日新聞記者のトカノ武と、結婚。 翌1931年から、川上上太郎の妻、バッシュが開いた勤労者のための英語教室、アタコ塾で教師を務める。1939年生乱女子商業学校で英語教師。1940年朝日を退職した夫に伴い、上海に渡り、福潤一が社長を務めていた、大陸新報の記者となる。2年後に帰国、戦災にあってからは、 夫の郷里である、栃木県宇都宮市に移転していた。戦後、部は、橋本富三郎らと共に、日本民党を結成し、国政進出の準備を進めていたが、1942年の翌3選挙で、中野聖郷らの東方会から出馬していた前歴が、たたり、公職追放された。里子は、部から説得され、 身代わりで1946年の第22回衆議院議員総選挙に日本民党公認で栃木全県区から立候補し最高点で当選。日本初の女性第議子の一人となる。以後連続11回当選。後に日本社会党に入党、川上上太郎派に所属する。大倉大臣、泉山36による国会キス事件では、 議場内粛清に関する決議の提案者となり、決議を採択させた。売春防止法制定に尽力する一方、1960年の安保国会では、明日方和を石橋正岡田春夫らと共に安保7人衆の一人として政府追求の先頭に立った。長く衆院外務委員を務め、社会党内閣が発足したら、外務大臣の呼び声も高かった。 堀の深い美貌と自らを厳しく律するストイックな姿勢で根強い個人人気があった。1970年12月には女性議員として初の党大議士会長に就任。1971年3月には25年の永年金属表彰を受けた。しかしながら、同年8月、過労から治病の腎臓病が悪化して国立東京第一病院に入院。 同年11月7日に病状が悪化して死去。通夜、密葬は築地本願寺で行われた。シベリア抑留問題では未だ1000人余りの未帰還者がいる状況であった1955年に超党派の放送議員団が結成され、このうち社会党左派の議員のミハバロフスクの先般収容所への訪問がソ連側から許された。 トカノも参加したこの視察はすべてソ連側が準備したもので、ソ連は抑留者を人道的に扱っていると宣伝するためのものであった。一方、抑留者らは議員の来訪を察知し、映像入りを覚悟の上でサボタージュを行い、議員との面会にこぎつけた。なお、以前に行われたコーラ富の収容所訪問では、健康なものは映外作業に出され、 重症患者は別の病院に移されるなどの収容所側による工作が行われ、コーラの他の収容者はどうしたのかとの問いに対し、所長は日曜日なので皆、魚釣りか、街へ映画を見に行ったと答えている。議員らに対し、収容者を代表して挨拶を行った尾崎清正元中尉は決死の覚悟で休場を訴え、数人がこれに続いた。これに対し、かつて、 シベリア天皇と呼ばれ、民主運動指導者として、吊るし上げを主導し、派閥構想の煽りで収容所にいるものの、特別扱いを受けている、朝原正樹が発言をしようとして、他の収容者から、ヤジや怒号を浴びた。騒然とした様相に視察団は、呆然としていたが、団長の野み勝るが、思想は、思想で戦うようにし、同胞は、お互いに仲良くしてくださいとお茶を濁した。 さらに、トカノは水事場を視察し、お鍋にあったカーシャを舐めて、こんな臭いカユを毎日食べておられるのですかと水事係に、小声で聞いたという。しかし、トカノ、のみ添料議員は、人香港で記者会見を行い、先般、立ちの待遇は、決して悪くはないという印象を受けた。1日8時間労働で日曜は休日となっている。食料は一日米三百グラムと、 パンが配給されており、肉、野菜、魚などの副食物も適当に配給されているようで、栄養の点は気が配られているようだったと、視察で知った事実とは異なる内容を語った。視察団は日本人抑留者から家族への手紙を託されていた。同時に国民や議員にあて、同胞への周知に憤慨して、ソ連将校を斧の峰で殴り、 映像に入れられた仲間の釈放のための外交努力と収容所の窮状を訴えるとともに将来の日本の国策のためならば祖国のためにこの地に骨を朽ちさせても悔いはないとする収容者らの決意を認めた七通の手紙も手渡されていたしかし社会党議員らはこれら七通の手紙を握りつぶし議員団団長である北村徳太郎への報告もしなかった抑留者らが帰国後に 新聞に投書したことから虚偽が発覚し、のみ空らは海外同胞引上げ及び家族援護に関する調査特別委員会で追及を受けている。ありがとうございます。